あーなかなか。そしたらかぶってかぶってからカリカリと締めます。出発。距離何が好き？何でも。何でも。えしねえしね。もうそろそろ半分ぐらい来たよ。ここまでぐらいがだいたいまあジュラ紀の海の層が多い。頑張って。でもパドルストップ。やったやったやった。いよいよ恐竜の谷がもう始まってます。今ここ始まってます。恐竜の谷なの？恐竜の谷だよ。途中からジュラ紀って呼ばれる時代が、続いて、今ここら辺はだいたい白亜紀だ。一番最初の頃の地層がこの後ろの森の中とか、あっちの森の中の地層を全部埋め尽くす。なんならこの地面の下の方にもあるはず。入りますね。で、ここ入れてき。ここに、うん、お米がね、ブカブカ落とすな、落とすな。ここから本格的に恐竜の谷探検スタートです。行きましょう。一番右の方からこの左の奥の方まで全部で36個ぐらいのへこみがあります。へこみがあるんですけど、足跡っぽいのは少なくとも20個ぐらいので、今あるような川の中を恐竜たちが1億年前のここで歩いていた可能性があるというか、まあ歩いてますね、間違いなく、ね、まあでも一番お高いですのは あそこのところですね、いっぱい歩いた後のご飯は美味しい。かわいい。よく見るとどっかしら、あ、なんかこれ貝の化石抜けた跡じゃんとか、あ、これめっちゃ貝の化石の跡じゃんっていうのは絶対見つかるんだよ。これすいいやつかもしれない。反対が置いてきちゃった。いいやつな。頑張ろう。頑張ろう。割れる。じゃあ俺はピースしてるからちゃんと分かってるから。パッチの表面には何見えたの？そうだ、アッパです。めっちゃ覚えてる。帰り道の途中で見つけた。今回ね、参加してくれた子たちは本物の化石に今触れたことが将来その人たちのまあ仕事に関わってくるのかなと、ちょっと楽しみにしながら一緒に回ってますね。しかも名前も光るし。いただきます。いただきます。お願いします。の授業スタートです。あの羽毛と鱗の違いがあるんですけど、じゃあどっちの姿が正しいと思いますか？そう、中国のジュラ紀で見つかったティラノサウルス科の非常に古いタイプの恐竜なんですけど、どうして恐竜と見分けることができるんですか？どうして恐竜どっちつかずの存在になっているんですけど、少なくとも体をね、あの服を二重も三重もしているような状態になっている。